部学域授与式を挙行いたします。大学大学院獣医学系研究科獣医学専攻の博士課程を修了したので博士獣医学の学位を授与する。平成28年3月10日本大学大学院獣医学系研究科動物資源科学専攻の修士課程を修了したので修士農学の学位を授与する。平成28年3月10日北里大学。おめでとうございます。日本大学大学院獣医学系研究科生物環境科学専攻の修士課程を修了したので修士農学の学位を授与する。獣医学科卒業生130名動物資源科学科卒業生129名生物環境科学科卒業生83名あなたは本大学の全課程に優秀な成績を示され、平成27年度北里賞受賞者として推薦されましたので、ここに記念品を贈り、これを表します。平成28年3月10日、北里大学長小林博介。おめでとうございます。優秀な成績を持って獣医学の課程を卒業されたことは喜びに堪えません。開拓、保温、英知と実践、不撓不屈の見学の精神、北里精神を礎として皆さんは自信と誇りを持って今後も継続して自己研鑽を積まれ身につけた技術と広い視野を持って命を守り社会で活躍されることを願っています。皆様がこの学生生活を過ごされた十和田市を第二のふるさととして心に刻み十和田ビークになっていただきいつの日かまた再びこの地を訪れていただきますようお願い申し上げます。ここ十和田の美しくもあり厳しい環境の自然環境の中で数年間学業に励みその成果とともに本日晴れて卒業の日を迎えられました。入学以来幾多の節目を乗り越え仕事で研究で行き詰まってさらなる飛躍を考えたいところで同じ学者で育った仲間に声をかけてください。新たな情報や人脈など視野を必ず与えてくれると思います。時には失敗をして立ち直れない時がありました。そんな時そばに寄り添い励ましてくださった先輩方の姿は今もなお心に焼き付いております。相模原キャンパスでの1年間の生活を終えて十和田キャンパスに来た時は知らない土地での一人暮らしに寂しさと不安な気持ちでいっぱいでした。しかし自分の目指している専門分野の勉強が始まり、気候も暖かくなり、十和田の雄大な自然に触れるうちに、いつしか不安は消え、充実感へと変化していきました。まず、先生方、4年間本当にお世話になりました。もちろん勉学の面ではそうなんですけれども、研究室とかでもたくさん楽しい思い出を作っていただいて本当にありがとうございました。友達とも家が近かったので、もう毎日誰かの家に集まって鍋を囲んで、で一緒にご飯を食べて騒ぐっていうようなすごいもうすっごく楽しい思い出を作ることができました。私は実家が青森からはだいぶ遠いので、その上私立ということですごく金銭面では迷惑をかけたかなって思うんですけれども、それでも毎回笑顔で大学楽しいって毎回楽しくお話を聞いてくれてすごく家族にも助けられました。本当にありがとうございました。この経験を生かして立派な社会人になれるように頑張っていきたいと思います。